はい、はい、こんにちは、YouTube のお時間です。今日は一人出てもらってるんですけど、あの6代ってさ、これの1個前に、公開してる動画でボクシング人気は低迷してるのかっていうようなことを話したじゃない、うん、で昔はさ、あの野球やってました、サッカーやってましたとかさ、街で不良してましたっていう人がさ、まあ、16、17、18、まあ、20歳とかからボクシング始めても世界チャンピオンになるっていうストーリーがあったじゃない、はい、今ちょっと厳しいよねっていう話を前回の動画でしてるんだよ、うんうん、で、うちのジムでね、ちょっと久々に、お、まあうちのジムっていうか俺がね、あ、久しぶりにこう、お、チャンピオンなれそうな子が入ってきたなっていう子が来たんだよね。野球やってた子なんだけど、まあ、俺も会長もずっと野球やってたから、まあ、そこでも可愛いなと思ってて、これからデビューが9月か、もうプロテスト受かったみたいなんで、光来てどんぐらい ?3 ヶ月ぐらいですね。はい、光ジム来て3ヶ月でもうプロです。プロになりました、光で。もともと京都の、どこだっけ、京都の塚原っていうジムで1年間練習して、それで自分ともう一人京都から来てる子いるんですけど、うん、その2人だけに付きっきりで見てくれたトレーナーの方がいて、その方と3月に1回ここに来させてもらってスパーリングしてっていう感じです。あ、そうなんだ。そうです。京都だと、まあ、いろいろ大変だろうから、どうせなら旅館もで大きなジムでデビューして。あ、俺はね、会長からね、あ、赤穂の京都からいいの来るらしいぞと、その時会長が言ってきたって言うんですよ、うん、トレーナーじゃなくて会長からいいの2人いるんで。で、なんで光かって言ったら YouTube でしょ。YouTube もありますし、あと野球経験者多いじゃないですか。それは公表してるの？赤穂さんとかも会長さんも、あと松永さんも野球経験者多かったんで、多分馬が合うやろっていう話もあって、赤穂さんから喋りかけられてるまでは多分無理やろなっていうか。野球やってたらそうだよね。でも色白だったら多分無理だったと思う。どういうこと？どういうこと？黒い子にしか話しかけないから。赤穂さんですか？そんなことねえよ。そんなことねえよ別に。でも話は聞いてたんだ、野球やっててすごかったらしいよとは聞いてたけど。で、はい、俺とかさ、松永は大学までやってるしさ、松永も同級生にプロ野球選手がいるしさ、俺もまあ県大会3位とかさ、まあ強豪校からこう推薦とか来るようなチームでやってたけどさ、ちょっとレベルが違うなと。あ、会長の説明する？会長は軟式でしょ、高校でも。会長軟式。会長はいい、大丈夫、説明は。大丈夫。途中でなんかサッカーとかやったそう、だからまあ、うん、俺もある程度強いところでやってたっていう自負もあったし、松永も大学までやってるじゃん。ちょっとレベル違うから6だけど聞いていいけど、リトルリーグからでしょ。いや、小学校は普通の少年野球でやって、中学校がボーイズリーグっていう、またシニアとは別なんですけど、リーグがあって。公式？公式です。あ、中学校から。普通は中学生も軟式なのよみんな。はいはいはい、まあ、でも公式からやってるね。中学から公式やってる子たちって、もう甲子園行くためにこの養成するみたいな感覚でやってるってことですよね。でもサッカーで言ったらもう地元のチームに入んないで、もうマリノスとかのクラブチームでやってるみたいな。ああ、はいはいはい、うん、だからちょっと下に見てる、うん、中学校の部活を、はいはい、そういうタイプ。いや多少は。まあでもボーイズとシニアって違うんだ。ちょっと違いますね。それルールとかは違う？いや、ルールとかは同じなんですけど、リーグは単純に違うだけっていうか。じゃあ例えば決勝とかまで登ってったらお互いやったりとかする？それ交流は一切ない？はちょこちょこあるっていう感じで、基本的にはないですね。え、じゃあなんかそのお互いのシニアとボーイズでなんかレベル差みたいなのあるの？それ関東はもうシニアの方が強くて、うんだよね、関西はボーイズの方が強いです。間違いない。俺ら関東じゃん、はい、だからシニアしか聞かない。ボーイズリーグってあんま聞いたことないもん。だから俺はさ、もうリトルリーグ、シニアリーグっていう、はい、漫画もそうじゃん。まあそうっすよね。うん、うん、だボーイズリーグってあんま聞き、だから関西の方しかないんじゃない？いや、一応あるみたいで、チームの数が多分もう全然違うみたいで、うん、だいたいシニアとかじゃないの？関東はもうそうですね、うん、逆に関西はもうボーイズの方が圧倒的に多いですね。プロ行ってんの？います、います。全然ボーイズリーグからの、うん、でも公式で中学校から何野球で頭角を現したの？まあそういう感じになりますらしいですね。まあ自分で言いにくい。僕、中学から頭角を現しました。もうじゃあチームの主軸だったってことでしょ？一応キャプテンは務めた。あ、キャプテンやってたんだ。はい。ポジションは？ポジション中学校の時はショートですね。一番ショートとか2番とかですね。あ、一番運動神経いいって感じ。まあ、ショートセカンドはね、あ、まあ、僕セカンドなんですけど、
まあショートで世界なんでお前笑ってんのピッチャーっぽいなと思って。俊敏なタイプが行くみたいなイメージですか。まあそうだね、うん、であれまあ先に言っちゃうけど中学校で日本代表らしいのよ。日本代表だよ、はい、日本代表どうくんの話って監督いやそのセレクションみたいなのがあって。あそうなんだ。それでちょっと結果残した人だけ後々連絡が来るっていう感じです。セレクションなんてあんだ。ありましたありました。全国から来るのそれ。いや細かく言うと京都の中で選抜が選ばれて、あでまたその関西っていう大きな括りの中でセレクションをやって選ばれた何人かが日本代表になるっていう感じでしたね。へー。あそれはじゃあ関東でも同じように多分やってたと思いますね、うん、多分。じゃあいきなり6代みたいなのが俺セレクションいけるわっていうことはいけないってことは無理ですね。無理ですね。今ちょっと違う。違う無理ですね。いやいやそりゃそうだ。で日本代表で海外のチームとやるってそうですね。やる予定やったんですけど自分の場合はそのチームが、ある大会に勝ってしまってでチームがその大会に勝ってしまうとこっちの日本代表を自動的に行けなくなるっていう。自分のチームが？そうです。ボーイズリーグが？そうです。勝つなよと思ったの？まあ、優先されちゃうのか。優先されます。もう普通違うよね。普通こっち優先だよ。そうですそうです。あ、そうなの？はい。あ、勝っちゃったんだ。勝っちゃった。なんで勝っちゃうの？いや、なんかその時たまたま自分が打っちゃった。打っちゃったで走っちゃって。なんで走っちゃう？頑張って走っちゃって。まあ中学生だもんね。頑張んなかったらバレちゃうじゃない、うん、そこまで忖度で。あ、じゃあ結局行ってないんだ。行ってなくてでなんかまた別のそのチームの優先の大会出たんですけど1回戦でボロ負けしてしまうっていう最悪の結末を迎えました。なんでそうなっちゃうの？え、チームは弱かったの？いや、チームは強かったです。あ、そう強かった。1人プロ野球選手もいるんで。あ、そう、はい、楽天にいるんですけど、はい、いや、言ってんだお前、言って。石原剛っていう今多分2軍とかなんですけど一軍でもちょこちょこ出てる、はい、キャッチャーなんで、ぜひ。あ、キャッチャーなんだ。キャッチャーです。まあそれで中学校、まあ、終わるわけじゃない。で、はい、高校があれですよ。京都の名門の平安高校。特待でしょ？いや、特待じゃないの？もともと本当やったら特待やったんですけど、うん、その入りたいっていう時期が遅かって推薦に変わってしまって。あ、そう。そうです。なんで遅いの？まあ、迷った。いや、迷ってましたね。いろいろ。あ、やめようかと思ったの？いや、チームといろいろ監督とちょっと進路で揉めたりとかもしたんで、それでなんか入るのが遅くなったっていうか決めるのが。え、そういうのって何校ぐらいから声かかるの？僕の場合は結構でも10校ぐらいじゃないですかね、多分。10校って半端なくないですか？いやいやいや、半端ないでしょ。大したことないですけど。もう一番世代でやばいやつとかなんかもう何十校とか。まあそれぐらいですね、ピッチャーとかやったら。で、自分の世代は誰？今みんなが分かるぐらいの選手いる？分かるぐらいの選手。ああ、言ってたのこのピッチャー。あのオリックスの山本由伸選手っていう。俺とあとあれです、阪神の佐藤輝明選手。同級生？同級生ですね。やばかったあれ。いや、なんか大学の友達とかがもうあれはやばいって言ってましたね。ああ、そう。もう全く知らないんだ。野球全然分かんない。高橋由伸さえ知んないよ。え、いやいや、高橋由伸は分かんない。あ、知ってる？誰だっけ知らない。子供の頃の世代だ。まあそういう強豪校で3年間やって、でもあの高校終わってボクシング始めたってこと？高校終わって一回専門学校に、公務員になるための専門学校に通って一回就職したんですけど。あ、何やったんだっけ？消防士です。ぽいよね。あ、じゃあ高校卒業して野球をやめたってこと？野球をやめましたね。で、専門学校のもうなんかちっちゃい野球部みたいなのは所属してましたけど、そんなガチじゃなかったんで。じゃあなんで自分はもう体ちっちゃいしプロは無理だしもうやめようみたいな感じだったみたいなのもありますし、団体競技に向いてへんっていうのがもう赤羽さんとかに知ってます。その高校ではどうだった？もう全然ダメで、1回だけ試合出させてもらったんですけど、その1回きりでそこからもうベンチも入れずっていう感じでした。だ、中学と高校の壁ってあるよ。でも体格差って結局、いや、だ、体格差が大きいと思うよ。でも、え、高校でもショートとかセカンドとかですね。どっちかですね、ショートセカンドですね。まあ、でかいもん、うん、本当いい選手ってでかいよ。やっぱ全然違うよね。全然違う、ね、そりゃ球飛ぶわな。だって2倍ぐらいあるよ、服部の。スタンド入れらんないもんな。無理ですね。セカンド、ショートとかでも最低どれぐらいみたいあるんですか？いや、でも170は最低あるでしょ、みんな、うん、170でも全然ちっちゃいよね。そうですね、170後半ぐらいで、うん、もう普通じゃない？普通、普通ぐらい、うん、普通。特に強豪校なんてね、平安なんてもう甲子園何回も行ってる。だって自分の世代だって甲子園行ってるんだからさ、うん、そういう高校だったらまあ
ぶつかるよね。ああもう俺無理だなっていう、プロになれないな、やっても意味ねえなってとこあるよね。ちょっとあります、多少はあります、ね、でボクシング興味も持ったのは、わあもうちっちゃい頃から僕ら小学校の時は特にあの亀田一家とかをテレビで見たりしてなんかやりたいなっていうのはずっとあったんですけど、実際全然行動に移せなかったっていうか、で一回18の時にやってボクシング、で2ヶ月ぐらいで一回やめて、なんで公務員になりたいっていう理由があって、でなってちゃんと就職してからもう一回やろうと思ってやり始めて、で消防で勤務し始めたらもうここ40年間に無理やなと思って、勤務し始めた時にもう公務員として退職まで、そうそう、もう絶対無理やと思って、やったらもうボクシング本気でやろうと思ってやめ、すぐやめてもうボクシングにのめり込んだって感じです。専門学校行った意味ないじゃん。ぶっちゃけなかったです。もう親としたらぶん殴るね。あのね、俺も高校生の時ね、別に親が子供のこと食わせるの当たり前だぐらい思ってたけど、もう俺親目線じゃん。うちの子今高3と高、あ違う高2と高1じゃん。専門学校行くって言ったらもうすんげえ金かかんのよ、大学行くとかさ。それでやっぱやめたっつったら張り倒すけどね、高いから。そんなの行かせるの当たり前じゃないですからね、本当に。じゃあどれぐらいやったの消防士。いやでもその8ヶ月とかぐらいの、すぐ、はい、でじゃあバイトしながらボクシング始めようみたいな。そうですね、はい。でいずれはこっち出てこようって思ってた。思ってましたね。京都だったら大体大阪行っちゃうよね。で実際どうすか、運動神経とか身体能力と。身体能力、いやズバ抜けてんじゃない。あそう、うん、だって伊藤君が一緒に練習したくないって言ったんでしょ。ぐらいだからね。で一生懸命練習するしさ、礼儀正しいしさ、まあ強くなると思う。ただこっからだからね、まあ、強くなる、チャンピオンになるって言われてる選手がチャンピオンになる確率なんて5割ないからね。この子はチャンピオンになるって言われてて世界チャンピオンになる子なんてほとんどいないから。じゃあ最後目標、あのボクシングでどこまで行きたいのか目標を言って終わる。目標ですか。目標、目標は もちろん世界チャンピオンですね。こういう選手が減ってるよ今。もうやるからには世界チャンピオンになりますよっていう選手は減ってると思うけど、こうね、迷わずに言えるっていうのはいいと思う。まあ、皆さんも応援してもらえたら嬉しいですね。じゃあ本日はこの辺でありがとうございました。